どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、広告で見かけたプレッシャーウォッシングランというゲームやっていこうと思います。まあまあ、よくあるクソゲーの感じで、左右どっちのゲートくぐるかみたいな広告やったんですけど、なんかちょっと違いますね。なるほど、水溜めてく、水溜めてそれキャッチして、あー、おー、なんか水ん、あー、高圧洗浄機みたいな感じかな。あー、でこれをなるべく綺麗にしようねみたいな。なるほど、ウォッシングに重きを置いてる感じなんですかね。ノーグッドで、レンジ、あー、なるほど、ちょっと遠くまで洗えるようになったよっていう。でこれ食らったら死ぬのかな。なるほど、まあまあまあ、水溜めて、ここを洗うのがメインなのかな。この線をまあまあまあ、いっぱい綺麗にしようねっていう感じだけど、これ両サイド、あー、で1ドルゲットしてますね。なんか、あー、洗えば洗うほどお金がゲットできるよみたいな感じかな。あー、でクソゲーにありがちな、なるほど、宝箱が、なんだろうこれ、めちゃくちゃ汚れてんのかな。なんかね、粘着質の何かしらがひっついてて、それを洗ったらまあお金がゲットできるよと。で育成の要素あるけど、普通チュートリアル1個いったらレベル1ぐらい上がるもんなんですけど、全然お金たまんねえですね。なるほど、まあまあまあ、どんなゲームかは分かりましたね。まあこのゲーム通常ステージやってお金貯めてレベル上げたらなんかパワーとかスピードとかが上がって、でいっぱい洗えるようになるよと。まあまあ、ちょっとどんなゲームかは分かったんで、とりあえずちょっとガンガンやっていこうと思います。この水が、あ、なるほど、水貯めれば貯めるほどレベルが上がって、なんだよ、高圧洗浄機が水の力でレベルアップってなんだよ。まあまあまあ、それでちょっと横幅が増えた感じなのかな。はあ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 、意味が上がった。だから水を貯めれば貯めるほど、なんだろう、レンガのところを、なんかレベル上げる、レベル上げるじゃねえよ、ちょっと何言ってるか分かんねえよ。とりあえずちょっと横幅広がっていっぱい綺麗にできますよってな感じですね。はいはい、レベル2になりました。あーはーはーはー、で、あー、別になんだろう、このレンガの全然汚れてない場所でもお金は発生しましたね。なるほど、あー、でこっち行ってっていう感じですね。で一番奥になんか汚い車が見えてるんですけど、あれをちょっと洗いたいですね、早いところね。ただマジでレベルが全然上がっていかないですね、このゲーム。まあもうちょいちょっと耐え忍びながら、まあ、ノーサンクス、おい、ちょっと待って、ノーサンクス押した、あ、ごめんなさい、ちょうど飛行機に乗っておりますので、ちょっと機内モードで遊んでいこうと思います。問答無用で5秒広告がやっぱステージクリアするたびに、出てくるんで、この5秒後の5秒、あー、出た航空法規制ね。あー、ちょっと違う飛行機でした。あ、俺が乗るやつかと思ったら違う便でしたね。さあ、ここからは15倍速でお届けします。軽くこのゲームの説明をすると、とにかくレベルアップすることが多い。ホースのレベル、手の手袋のレベル、そして高圧洗浄機の、パワーと、あとレンジっていう距離、そしてもらえるお金、あとはスピード、なんかとにかく上げる項目がいっぱいあるんですよ。で高圧洗浄機の初期レベルとか、水に入るのが最初は 100cc までなんですけど、広告見るたび 110cc にしますかみたいな。とにかく広告を見ないとパワーアップできないことが多すぎるので、であとクリアした後に、お金を3倍獲得するための30秒広告、とかをもうずっと見ながら、ひたすら、もうゲームより広告見てる時間の方が長いんじゃねえかぐらいのね、苦行をずっとやり続けました。まだレベル16か。ステージレベルは16なんですけど、もろもろの、基礎パラメーターみたいなのはいっぱい、結構上がってきたのと、ステージギミックはね、この足が遅くなるやつとか、結構いろいろなバリエーションが出てきました。で高圧洗浄機も今のところマックス7までいったかな。横幅がこうだいぶ広くなってきて、なんかね、なんだよこれって最初思ってたんですけど、この綺麗になっていく様はなんかいいですね。綺麗にするたびにお金が結構もらえるぞみたいな、そんな感じですね。でこういう障害物食らったら
死ぬのかなと思ってたんですけど、これ利用して、こういう感じでちょっとだけこの強くしながら、ただ何回か当たったら消えちゃうよみたいな、そんな感じでしたね。なのでギミックが全部どちらかというと味方で、最初は100までしか、貯められなかったのが広告見て今110まで、上げたぞみたいな感じですかね。で、かなり強く、レベルも上げながら、ほとんどの広告見ながらね、進んでいるはずなのだが、以前ですね、一番奥にね切ったね車があるんですけど、このゲームのアイコンというかね、アイコンですねが、あの車をきれいにするゲームみたいな感じだったんですけど、相当頑張らないとあの車のところまではまだいけねえぞってな感じです。もうあれがもう実質クリアみたいな、なんかそんな感じ。切ったね車なんですけどね、あれはちょっと洗いたいですよね。でこのホースも4ステージクリアするたびにあの広告を見るとなんかこう基礎パラメーターが上がるぞみたいな感じなんでね、見ざるを得ないんですよね。はい、とりあえずですね、マジで、このゲーム車洗えんのかっていう、広告で見た車を洗うゲームやったんですけど、全然車洗えなくて、でこの水も大体130までもうほぼ安定していけるような感じだったにもかかわらず、なんかね穴が開いてる、コップみたいなのが結構出てくるようになってきて、たまらなくなってきてるんですよね。最初から汚れてて、その汚れ取らないと、水すらたまらんぞみたいな、なんかいろんなギミック仕掛けが、出てきました。で高圧洗浄機ももうバカほどレベル上がって、もう横幅全部いけるんで、もうずっと金バーってゲットできるし、であの上にねゲージがあるんですけど、ほぼ 100% までいけるぞみたいな、そんな感じにはなってきてるんですが、まあ、ここまで強くなってきて、でこれももう泡も邪魔やし、なんかいろいろね、そう穴から水漏れしたりとか、なんかいろいろなんかレベル上げたら上げただけこういうのが増えてきて、これ車まで行けんのかっていう疑問が正直ちょっと今湧いてきてますね。さあ今回結構パワーアップできたので、まあまあ序盤はもうこんな感じで左右行っときゃ全宝箱開けられる。ワンチャンある？ワンチャンある？ワンチャンある？あーちょっとこれダメだな、ダメだ、真ん中行っちゃうとな、あとちょっとなんだけどな。よし、今回はちょっと端っこで、ガーっていけば、しかもこのスピードが100ぐらい上がるの超でけえ、これ超でけえ、あるぞこれマジであるぞ。ちょっと奥で真ん中行くと宝箱1個余分にいかんといかんから、このレンジがちょっと今回長いのも生かして、ちょっともうここら辺から端っこ行きます。端っこだけを行けば次の322からもいきなりいけるから、これワンチャンあるぞ、ワンチャンあるぞ。で、あー間に合った、オッケー、ええやん、よし、きったね、車洗える、やったー、超楽しい、これめ、あー綺麗になってく、これなんだよこれ、これだけやったら全然面白くねえ、ゲームでもなんでもねえって文句言うようなミニゲームなんでしょうけど、これをずっとやりたかった俺は。楽しいこれめっちゃ綺麗になってくやん。ただこれで全クリな雰囲気ではないんだよな、これどうか、あーオッケーやん、よーし、あカーウォッシュド、あなるほど、これ売り物なんだ、洗ったら売れるんだとりあえず広告見て3倍の値段で売ります。あーちょっと待って、レンジがもうちょい長けりゃなんか最初からあそこ当たりそうだなもうちょいレンジちょっと頑張って伸ばしてみるか。でこのあと車洗い切ったからまた別の車になるとか、そんな感じなんかな。正直ね、あの2時間ぐらい広告見続けてやっとあの車洗えてるから、このゲームこそ 90% 以上の人がね車を洗えないですね。広告では車洗ってましたけど、そこにたどり着ける人は多分 90% 以上がそこ行くまでに挫折すると思うんですけど、あーなるほど、だからどんどん数字がでかいやつが奥に現れてきて、で車がまた新しく今軽トラみたいなやつになっとるけど、
あれになろうねと。だからまあ実質ループですね。ステージ自体はもう新たなギミックも出てきてないし、まあとりあえずあの車は絶対洗おう。はい、ここからも15倍速でお届けします。まあとにかくですね、通常ステージちゃんとやりながら、クリアするたびにお金を3倍にする広告を見て、それで何かしらのパラメーター上げてっていうのをずっと繰り返していきました。マジでなんかゲームやってるより広告見てる方が長かったですね。もうだいぶ熱くなってきとんな。ちょ大丈夫、バグってない、これ大丈夫、押してるよ、バツ押してるよ。あー来た来た、よし、もう、あー来た、とうとう来た。あーちょっと待って、これは届いてるね。これスタートしなかったらあのパワーベラボーに行くんちゃう。ええやん、ええやん。どこがカンストラを999かな。とりあえずちょっと待ってみるか。これはマジで長え。さあどうだ、これでカンストか。いやーまだあるか、9999まであるか。ちょっともう待つのがこれだいぶだるいんで、広告見たらあのダブルホースできるんですよ。なのでちょっとダブルホースにすればちょっと増えるんで、ちょっと広告見ます。さあ、これでダブルホースになったことにより、あーいいっすね、これで結構増えるんで、これでも待つのだりーぞ。広告見てる方がまだ楽しい。この画面をずっと見ながら9999までとりあえず待ちますわ。マジでカンストしてほしいな。うわあ、これはもう待てねえわ、これは待てねえわ。とりあえずちょっともう行きます。ただパワーが1万になると、まあ、もともとパワーって何っては思ってたんで、まあ、これで何のパラメータがすげえ増えてんのか。さあ、なんか一瞬で140ぐらい溜まってほしいけどな。なんかパワーめちゃくちゃいったところでそんな変わらんな。でこれもちょっとスピードが結構な速さで上がるので、あーこれもしかしたら軽トラいける可能性ありますね。どうだ、一瞬で溶けてはいる、一瞬で溶けてはいる。あこれちょっと待って、下手したら全宝箱開けられる説あるぞ。よし軽トラ待っとけ、洗ってほしいよな、洗ってほしいよな。あーでもあちょっと待って、1万あるのにこんなもんか、思ってるほどいかんぞ。あでもまあまあまあクリアは余裕くせえな、クリアは余裕くせえ。そうかこれだからなんかパラメータ関数としてもこんな感じなんかな。ほんでもうなんか2回目ともなるとこれ洗うの正直ちょっとめんどくせえって。ちょっとめんどくせえよねこれ。もうクリアでいいだろう、もうなんか AI 適当にシャーって洗ってなんかクリアにしとけよ。なんでこのクソ作業させられるんだよ。あーいった、もうちょっとこの作業めんどい。でそんなに大したお金もらえんしやな。おおチャンス到来しました。またパワーか。いやーできればなんかレンジとかスピードであってほしかったけど、もうちょっとこれ最後にしよう。もうこれキリがね、レベルめちゃくちゃ上げたんですけど、まあ、とりあえずちょっとダブルホースにしますね。はい、ちょっとさっきはね1万ぐらいで挫折してしまったんですけども、待とういつまでもね。とりあえず、99,999 までガチでその俺のその忍耐力なめんなよと、待ちたいと思います。はい、これ驚異の60倍速でお届けしております。ちょっ と見立てが甘かったですね。これ1秒が1分ですよ、皆さんが見てる1秒が僕の1分です。思ったより時間がかかっちゃいました。さあこれでマジでカンストしてくれたらありがたいんだが、どうだろう、右の方が先にカンストします。あー長かった、ほんと長かった。よし、さあ止まれ止まれ。あーもうダメだ、これもうダメだ、天井とかねえわ、もうバカだ、ぶっ壊れてるわ。とりあえず、あーめちゃくちゃ待ったけど、そして1万だろうが10万だろうがそんな変わらねえっすね。もうこれだからもうある程度のところで数字上は1万だ10万だあるんでしょうけど、なんかどっかに天井ありますねこれね。ほんでパワーしかねえな、おいもうレンジとかが欲しいんだわ、レンジとかスピードが欲しいのよ。もう多分パワーをカンストしてるから、まあ多分でもカンストしてていけなかったらもうバグってるから、 J ソウルまでは届きますねこれはね。ああ
ええやんええやんええやん、あ、ちょっと待って、これダブルホースだとこれ無理やわ。カンストパワーですらあのダブルホース、つまり広告を見た状態で、カンストしてやっと JSOUL いけるみたいな。OK です。まあとりあえずこのゲームどんだけレベル上げようともめちゃくちゃ簡単にスッと解けますやんみたいな、そういうのはないですね。だからレベル上げ損です。カンストとか天井がない、つまり私にとってみれば終わりのないクソゲーですね。ただまああの水でこう洗う感じはね、すごい爽快感があって楽しかったですね。はい、ということで、今日は、プレッシャーウォッシングラン紹介させていただきました。非常に面白いゲームとなっておりますので皆さんぜひとも遊んでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。